を披露してくださいます。そして多くの演劇の映像制作やイベントを手掛けるベルギーの映像クリエイターで、2014年に神奈川県で開催されましたプロジェクションマッピング国際コンペで、なんとグランプリを受賞されましたマキシム・ギスランさんの作品です。自然と科学の融合をテーマに、理科大の校舎にどのような映像を映し出してくださるんでしょうか。どうぞこの後お楽しみください。プロジェクションマッピングの作品としては少し長い約18分間の投影になりますが、東京理科大学の学生、アーティスト、そしてチャンピオン、それぞれの感性を存分にお楽しみいただければと思います。投影の途中ではライブも行われます。皆さん後方に固まっておられますが、少しずつ前に来ていただけると嬉しく思います。ありがとうございます。スムーズにご移動いただきましてありがとうございます。ゆっくりで大丈夫ですので、少し前に足を運びください。ありがとうございます。はい、それでは2016年11月19日本日最後の投影スタートです。